僕たちね、この前オタさんのコンサート見に行ったんですよ。ありがとうございます。テノールまみれっていうコンサートで、1幕は8人のテノール歌手がそれぞれなんか得意な曲を歌うっていう感じで、2幕はアニソンとかを仮装して歌ってくれましたよね。2幕の方が盛り上がるから、1幕に真面目に歌ってた記憶をお客さんが失って帰っていくっていう、すごい2幕のそのアニソンとかが面白いからめっちゃ楽しかったです。いや、それは良かった、何よりです。でも、はい、ドテチンはなんかアニソンは微妙だったなって言ってました。声は伸ばせ、頭はひねる、オペラとアナグラムの融合、アナラ。太田さんの声の伸びすごかったよね。8人いたけど、まあ、その一番良かったって言ってました。割と歌手の中でもロングトーンね、結構できる方だと思う。僕は本当にアナグラムがめっちゃ得意なんです。文字を入れ替えて言葉を作るみたいな、はいはいはい、クイズを作ってくれたのはドテチンなんです。はい、ドテチン。この意気込みが悲劇を招く。この文字ピッタンの言葉をアナグラムで並び替えていただきます。はい。ただし声を伸ばしている間しかこう動かすことはできます。なるほどね。じゃあまあその時間的には多分僕の方が伸ばせるから有利ってことだよね。そう、だいたい20秒ちょっと下がると思います。そんなにあるかな。あります。なのでアナグラムが正解したら、はい、プラス20秒自分の声の伸びにプラスで加算されます。はい。さらに3問続けて行うんですけど、言葉4つに共通する何かを最終的に答えます。それもクイズになってます。はい、はい、それではやってみましょう。レッツゴー。名もたせ達井の家。作った言葉は大切なものだけ。正解！嘘！できた！正解とかあるの？すごいわ。ギリギリでも太田さんはもうロングトーン37秒だったんですよ。でも37秒でもこれ難しい。こんなに文字数多いと思わなくて俺最初。ということはオイラの得点が20秒プラス37秒なんで57点です。で俺はだから9秒で、さらに正解してない、正解してないから9点。2問目からは同時にやっていきます。で、今度はこの大切なものだけを今のメロディーで歌います。無駄がなさそう。無駄がなさそうか。アナグラムでさ、何々そうなんてすごいな。なさそうなんてことないだろ。無駄がないだろ。大切なものだけ無駄がなさそうってわけわかんない。どんな作業だよ。
あと1問ですか。はい。でラストです。ここでウキさんだけが完成させて、さらに共通点、はい、クイズも正解したら逆転されちゃうかもってことです。今回はね、うん、もうウキさんに勝って太田さんもすげえなって思われたいから。いや、太田さんすげえよ、すげえけど、うん、小さいかな。うーわ、むずっ。ということで、はい、最初に歌ったのはもう何もいらない、次が大切なものだけ、はい、次が無駄がなさそう、はい、そして最後が小さいカバンということになりました。この4つの文章から、まあ、導き出される何かをその、うん、当てます。わかんないな、だって私はもうわかりました。どうするっすか。はい、せーの、ダンポシェット。断捨離。ミニマリスト。最終問題は2人とも不正解です。まあですが、ロングトーンっていうのは僕も全く叶わなかったんで、太田さんの勝利です。やったー。なんか告知あります？2月の25日にもテノールまみれのコンサートございますので、多分テノールまみれで検索すれば出てくると思います。歌とか聞いたことないよっていう人にもね、行きやすい舞台だったんで、お待ちしてますということで、今日の動画はここまでとなります。この動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。おい、何落ち込んでんだよ、元気出せって。おいらは良かったと思うでやんすよ。どうてちー。